はい、それ楽。あ、でかいでかい。でかいでかい。はい、少し下がったらいいですよ。すごいすごい。あ、でかいわ、これ。でっかいですよ。ウグイが秋足に化けるときありますからね。おお上の方にいますね。あ、結構大きいんじゃないですか。見てた。まあまあですよね、なんかね。2本目なんですか。ああ、すごいですね。気が晴れたやつだな。うん。ちょっと遠いですよね。もう1本上がったからもう誰も上がらなくなる。昨日のパターンか。ずっとっすよ。一つも一歩上がってたからまだ。やっとまあまあサイズの個体釣れたってことは、どっぽどっぽ昨日2回跳ねて夜。あ、そうですか。ああ、やっぱり入ってきてますね。大きい個体が食わないから。そうですね、もうこれから上向くしかないんじゃないですか。これからね、お盆にかけて。ああ、台風ね。いや、そうですね。ちょっと外れてくれるからあれですけど、今の予報でいけばね。私もあのお盆明けの一発目のちっちゃい台風のせいで逆らいだから。水温5度6度上がっちゃったから最後に。おお、一気にそこまで上がったら活性落ちちゃいますね。このやつ見てもずっと赤い。嘘でしょ。さっきも明けてちょっと消え去った。なんか今のいい引きでしたね。今ね、静かに入ってきましたよ。凍ってるから歯に染みたか。今静かにね。違うわ。あ、違うね。今ちょっとパンって言いますね。吸い付いた後ある。ほら、ウグイ特殊な食べ方で。ほら。大きいのいるな。浜だけ。そう。まあ、イカマシみたいな。入ってる入ってる入ってる。
あ、でかいでかい。でかいでかい。はい、少し下がったらいいですよ。少しずつ。よし、いいですよ、そのまま。おめでとうございます。すごいすごい。お見事。でっか。でかいわこれ。でっかいですよ。すごいすごい。その割に抵抗。抵抗しなかったですね。お利口さんだった。飲んでる。あ、飲んでるからだ。切れた。うん、飲んでた。危な。飲んでたからだ。エラにかかってんだ。すごい。これはオス、オスかい？オスですね。でかいでかい。あ、すごい。ちょっとね、逃げてたら大変なんで逃げてかないようにちょっとね持ってみてもいいですか？まだ閉めてないから暴れるぞ。そっか、ね、じゃあ焼いてくる。小崎さんに本物って聞いたら分かんないって。いや、そんなに抵抗なかったから分かんないって言ったけど、ソウルしないから、あ、違うな、本物だなと思ったから多分用意したけど、ね、切れたんですね。うん、いや、多分飲んでて口で切れた。はぁ、寝てないよ。すごいすごい、大したもんですわ。いいもんだね。え、意外といいご飯買ってきちゃった。やったやった。え、いや、僕大丈夫。これちゃんと取れましたから。ちゃんと取れましたから。ほんつ、もうそれで自分で釣って皆さんの幸運に授かりました、あやかりましたみたいな動画、欲しいよね。欲しい。僕が来るとね、僕の近くの人が釣るっていうね。あれです。なんか竿いらなくなっちゃう。あの、こっちの方から遠くからね、一匹来たやつもこうやって取れてますしね。いや、だいたいあれあれもうお前です。あ、固定カメラまた置いてきますか。お前もう出起きそうな。何やってたのさ、寝てたのかいってな。あれがね、もうちょいね、ウグイみたいな微妙な当たりだったらね、俺らも、あ、なんかなと。全くもう見起きようじゃない。俺は偽りね、飽き味でしょ。1本目、2本目ってきた。2本目夢かと思いながら、ニコニコしてみていくよ。俺見てないから何とでも言えって。あ、まだ見てないですか？あ、見てないですよ。引っ張ったの。だから宇宙のとこまで飛んできてるんだよ。そうそうそう、 Wi-Fi でね。うん、うちも俺の部屋のテレビで YouTube 見たら勝手にチャンネル YouTube 変わるんだよね。何だろう。娘が一生懸命携帯でテザリングして飛ばすから、俺のテレビまで反応して、ふざけんなお前って。俺 YouTube 見れねえよお前。なんでお前の画面見なきゃいけないんだよ。ああ、いい、最高ですわ。釣りじゃなかった。釣りじゃなかった。もう病んでるから。